サッカーって僕年齢関係ないと思うんですよね。若い選手とかの市場価値とか高いじゃないですか。でその選手をまあどっか獲得するじゃないですか。ただその選手ってさ、もう普通にちょっと何年かしたらさ、5年とかしたらもういなくなりましたよね。いなくなっちゃいますよね。他のところ行っちゃいますよね。そうっていうような感じで、あんまり関係ないのかなっていう。で若くてもてはやされた選手がさ、実は早熟タイプで全然あとは伸びなかったとかあるし、あと若い頃はそんなに上手くなかったけど急に伸びるみたいな、人もいると思うんですよ。だからなんて言うんだろうな、でそっちの方が僕面白いと思うんですよ。年齢関係なくいろいろ通るみたいな、そっちの方が、その年を取ってる人でも、そのただ環境がなかった、いい環境じゃなかったから、いい指導をしてもらえなかったから、芽吹かなかった人とかももうたくさんいるじゃないですか。そうで、流動性をもっとさ高めていったらすげえ面白いんじゃないかなって思いますね。うん、で僕もね、レオザさんをさ知る前とかはさあれだったんだよね。もう根性論の人としか会ったことなかったから、そう、そんな人多分いっぱいいると思うんですよ、世界にも。クーマン監督とかもいるじゃないですか。実績だけはあるけど、選手としての実績はあるけど監督ではアーダコーダーみたいな、だからなんだろうな、もっとさ恵まれた人、運に恵まれた人よりももっと環境を整えてさ、もう年齢とかで見ない、その人の資質を見たりした方がいいんじゃないかなって。どっからでもサッカー選手になれる。若い頃は根性論だけ教えられてて、もうそれが嫌になって辞めちゃった選手でも、でその人が23とかになったとしても25とかそういうのになったとしても、また初めて復帰できる、サッカー選手になれるみたいな、プロね、プロのサッカー選手になれるみたいな、そういう方が面白いと思うんだけどね。年齢でちょっとくぐりすぎじゃないのってちょっと思ったりするんですけど、今選手寿命もさ高まってるしさ、みんな、ね、いいものも食べれて、でいいなんていうの、ちゃんとした生活をする、規則正しかったり食事とかも、だからそういう価値観もなくなっちゃって僕はいいと思うけどね、年齢で見るんじゃなくて。以上。